チーム開作の中野です。ちょっと中野さんすいません。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。むちゃくちゃ声出てましたけど。はい、やる気満々なんで。あ、はい、そうなんですね。今日は急遽僕が呼び出されたということを。いつもありがとうございます。いえ、とんでもないです。今日はですね、はい、前回発表しました、うんうん。2ヶ月でムキムキになれなかったら、はい、チーム開作引退します。はい、これの続きやっていきたいと思います。なるほど、はい、現状はどうなんですか。今2週間で5キロ痩せました、はい、え、じゃあもう余裕じゃん。何言ってるんですか。2ヶ月しかないんですよ。まだまだ全然これじゃ足りないので。まあそうなんだ、はい、というわけで、はい、今日はジムに来て、はい、実際に自分を追い込みたいと思います、うん、なるほど、はい、さらに今回は、うん、パーソナルトレーナーさんについてもらって筋トレをしたいと思います。おすごいね。はい、なるほど。それを今回はこちらのジムの方が、はい、そうですね、 NA スポーツクラブ A1 さん、はい、に撮影協力、うん、いただきましたので、はい、こちらで撮影していきたいと思います。なるほど。すみません、ちょっとさっきからの横の、はい、旗の人が横でひらひらひらめいてるのが面白くて、はい、安井さん、ふざけてないでください。引退かかってるの。あ、すみません、失礼しました。じゃあ今日は、はい、ジムでトレーニング、はい、やっていきましょう。お願いします。というわけで、はい、こちらパーソナルトレーニングルームに到着しました、うん、到着しましたね、はい、あれ、はい、どうです中野さん、はい、こちらの女性の方、この方が、はい、今日、はい、教えてくださるパーソナルトレーナーの武井さんです。はい、武井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武井さんはちなみにどういった経歴をお持ちの方なんですか。パワーリフティングって言って、はい、3種目あって、はいはいはい、その合計が何キロかっていうのを、はい、その大会に、はい、ちょっと日本の旗を持って、え、出させていただいてました。元日本代表なんですか。そうですね。え、すごい。え、ちなみに今もちょっと体とかってもし差し支えなければ。いや、なんか脱いだらすごいですとか言いたいの、はい、そんなに。うわ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 、元気じゃないんで。え、ちょっともう肩のとことかがもうだって違いますもん、お客さん。うわ、すげえかっこいい。すごい。実は武井さん、はい、彼が今年の年末31日までにマッチョにならなければ、2ヶ月でマッチョにならなかったら彼引退するって言い出したんですよ。ああ、2ヶ月ですか。はい、実際どうなんですかそれって。ちょっと2ヶ月っていうのはあれ、やっぱり厳しいんですか。ちょっと厳しいかもしれないですが、やっぱマッチョって言ってしまうとね。そうですね、はい、ムキムキって言ってしまうと難しいかも、はいはい、でもまあ全く変わらないってことはないんで。あ、なるほど、はい、まあ、確かにやったらやっただけ、頑張った分だけ必ず帰ってくるので、うん、ああ、なるほど。そこはもう本人の頑張り次第ということで。なるほど、確かにその、はい、ね、変化が見れたりとか途中経過でどれだけやるかっていうことも大事だったりしますもんね、うん、そうですね、もう筋肉は正直なんで、うん、やったことにしたら絶対にならないし、本当に頑張ったら頑張った分だけ無駄にはならなく自分に帰ってくるので、うん、うわ、結果はもう本当にこう見ての通りになると思います。なるほど、はい、じゃあ結果に全てちゃんと現れるってことですね。はい、わかります。ちょっと勇気いただきましたね。ちょっと自信湧いてきました。うん、難しいかもしれないけどそこに向けてね、はい、頑張って。はい、じゃあ早速教えていただきましょうか。お願いします、はい、お願いします。まずは何から。そうですね、まあ、はい、トレーニングを始めるにあたって、はい、筋トレの基礎となるビッグ3と呼ばれる種目、はい、ビッグ3、はい、大きな3つの種目があるんですけど。お笑いビッグ3なら僕知ってるんですけれども。安井さん、はい、今日はおふざけなし。あ、すいません、すいません、いや、申し訳ございません、はい、そうですね、ビッグ3っていうのがあるんですね。はい、スクワット、はい、ベンチプレス、うん、デッドリフト。デッドリフト、はい、これでまあ全身仕上がるようになってるんですけど、はい、うんうんうん、やっていきます。スクワットから、はい、はい、やっていきたいと思います、はい、お願いします。はい、ぐーっとしゃがんで、そこまで行ったら立ち上がると。おお、はい、ちょっと深い分辛いんですけど、はい、この可動域が大きければ大きいほど筋トレにはすごく効果があるので、はい、なるほど、はい、より辛くやっていきます。はい、これはなんでベルトはつけるんですか。これはちょっと腰の痛めるのを防止するのにつけるんで、はい、この今の感じでちょっと緩めにつけると全く意味がないので、はい思いっきり中野さん、辛い状態まで思いっきり引っ張ってください。もう、そうなんですね、はい、終わったらすぐに外さないと。かっこいい、
すげえ胸板熱い人みたい。はい。で、はい、春日さんみたい。お腹を膨らます息の吸い方をして力を止めてください。全然相手にしてくんないよ、なかなか。トレーニングに集中しすぎて、春日さんみたいなら、ザスって言われましたよ、僕。息を入れ、お腹に息を入れて、下っ腹にを膨らませて、ベルトに力を貯めるような感じで、なるほど、はい、はい、していただくと、立ち上がるときに力が入るんで、役に立つと思います。ありがとうございます。はい、これじゃあ、最初40キロ。まずは40キロで、はい、1セット今回10回でやっていきたいと思うので、はい、10回の目標に、はい、なのであの10回やりきらないとダメっていう感じでやるんではなくて、10回やれなくてもいいから1回1回しっかりやっていきましょう。わかりました、はい、なるほど。でごまかさず浅くせずしっかりしゃがんで1回ずつやる。はい、ちょっと重くなりましたので、はい、いきます。はい、あと2回お腹に力入れてしゃがんだら胸から上がる。9、さあラスト1回いきます。深く、はい、 OK です。じゃあそのままの姿勢で受けていただいて、 OK です。あれちょっとなかなか、はい、むちゃくちゃしんどそうだけど、こんなに深くかかったの初めてです。あ、そう、はい、やっぱり自分だけでやってるのと全然違う。全然違いますね。どうですか武井さん。まあ40キロなんで、はい、そこそこ辛いとは思うので。なるほどなるほど、はい、今の感じでしっかり深くやっていけば、はい、かなりトレーニングにはなると思います、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。これはこれで、はい、1回で終了なんですか。これ10回を1セットとして、はい、筋トレ基本的に3セットやります。あれ、あと2セット。ええ、まだまだ本当鍛えるためなら本当3セット2セット3セットでも。ちょっとすいません、もう息切れて何言ってるかよく分かんないんで大丈夫です。はい、本当、はい、まだまだ本当鍛えなきゃいけないんで、どんどんやっていきたいと思います。すげえ息切れてるけどいけんのかな意気込みだけはすごいちゃんとやってますね、はい、やる気は本当ある。分かりました、お願いします。はい、はい、じゃあ次は、はい、先ほど言ってた2種目目の胸のトレーニング、はい、はい、胸と腕ですね、はい、はい、ベンチプレス、はい、はい、仰向けに寝てバーベルを上に押し上げるという種目をやっていきます。はい、はい、肩甲骨はずっとグッと寄せたまんまで、猫背にならないように腰を反らしたまんまやっていきます。OK です。はい、では重さをかけてやっていきましょう。はい、じゃあ1セット目、はい、先ほどのスクワットと同じ40キロでやっていきます。ほう、はい、しっかり体作ってください。1、もう1回 OK です。余裕がありましたね。まあ、ちょっと余裕、はい、はい、ありました。ただ今みたいに、はい、あの思ってたより、はい、できてしまった、はい、今みたいな余裕のある10回で終わった場合、はい、あの厳しいですけど、はい、ノーカウントと、あほらよしじゃないよ本当に。ちょっとでも余裕感じたらもうそれは意味がないっていう。そうですね、あのほら、うん、上がるか上がらないかの踏ん張ってる時間っていうのがすごく大事で、あーなるほど、10回、今10回って言ってやってますけど、結局筋トレになってるのって最後の1回ぐらいなんですよ。なのでそのできるかなっていうところまで追い込む、9回ぐらいで追い込んで最後の上がらないギリギリでグーって踏ん張ってるこの時間が筋トレなんで、そこが訪れずに終わった場合はなるほどアップして終わったみたいな感じになっちゃうので、あー、まあ、ノーカウントと、はい、して改めて1セットという感じで、はい今のは本当何の意味もなかったです、はいはい、そうですね、もう一回やり直します。そうですね、はい、いやだそう言ってるんですよ、僕が思いついたみたいな感じしてますけど
先生に怒られてるんで今、はい、ちゃんとやってください本当に。失礼しました。はい、頑張ってあの聞かせる、はい、聞かせるメニュー。はい、はい、じゃあ次重いのやけど、それなんすか中野さん、なんか紫色の液体飲んでますけど。これの BCAA です。 BCAA、 はい、BCAA ですか。 BCAA です。何ですか BCAA って。サプリです。あ、筋トレ中に飲むやつですか。はい。なんでそんな色してんですか。ちょっとグレープ味でして。え、はい、美味しそう。色です。はい、美味しい。めっちゃ美味しいです。え、ちょっと一口ちょうだい。ダメです。なんでだよ。分量あるね。え、分量が。分量、はい、一回のトレーニング。違う違う、視聴者さんにどんな味なのかを客観的にお伝えしたいから、はい、ちょっと一口ちょうだいです。それも本当。なんでだよ。トレーニング必要な分量なんで。わかりました。すいません。武井さん、はい、これ今何キロですか。次ちょっとさっき軽かったんで、はい、10キロプラスして50キロ。はい、はい、やってみます。10回いきますよ。はい、はい、あと3回。はい、あと2回いきますよ。はい、押して押して押して力入れて。武井さん、はい、今9回ですか。そうですね、9回ですね。私ちょっとだけ補助しようと思ったんですけど、はい、全く力入れない。補助ね、で3回ぐらいいけそうな感じありますけどね。そうですね、力つきましたね、はい、これでやっと1回目の意味があるってことですね。そうですね、今みたいに踏ん張ってギリギリのところでやってる時間こそがトレーニングなんで、うん、はい、わー、なるほど。10回できなかったとしても、はい、すごくいいトレーニングになってるので、この感じで3セットやれたらいいです。はいはい、これで3セットか、すごっ。すいません、じゃあ次は何ですか。はい、次3種目目の背中のトレーニングのデッドリフトっていうのをするんですけど、うん、背中を主に今回は鍛えたいので、うん、じゃあちょっと姿勢からやってみましょうか。こうで、はい、そこからまっすぐ立ち上がるだけです。そうです、もうほとんど膝曲げなくていいです。落とすという感じですね。はい、武井さんはパーソナルでやられているってことですね。誰でも受けられるんですか。そうですね、もうあの女性でも男性でも。ちょっとこれ見てね、高井さんの、ね、はい、パーソナル受けたいって方、いや多分 めちゃくちゃいらっしゃると思うんで、はい、もうあのぜひ厳しくしてと言われれば厳しくしますし、はいはい、優しくしてと言われれば合わせられるんですか。そうですね、その人がこう楽しく、はい、気持ちよくできるトレーニングを私は心がけているので。ちなみに2ヶ月でマッチョになる人はあのどういう感じでやった方がいいと思いますか。厳しめで。それはそうですよね。1ヶ月となるとやっぱだいぶ厳しめで追い込みかけて。それはそう、はい、じゃあちょっと やっていきましょう次。1、最後もうちょっと締めましょう。胸張ってフィニッシュ。そう、はい、OK です。ちょっとだけ背中が後半、うんうんうん、ちょっと丸くはないんですけど、はい、ちょっと負けてきたので、はい、そこをもうちょっとギュッと最初の姿勢のままいければ、はい、よりいいかなと、まあ、ギリギリ合格ラインです。ありがとうございます。はい、はい、これはもう見た目以上にきついです。いや、はい、分かってます。失礼しました。中野くんどうでした、デッドリフト。本当めちゃくちゃ効きました。あ、聞いた、はい、でちなみになんですけど、今武井さんにお伺いしたところ、中野くんの最終目標が120キロで10回ぐらいはできるようになりたいなと。なるほど、はい、っていうことなんですが、ちなみにじゃあちょっと中野くんそれ、はい、どれぐらいの重さかっていうのを体験してみて。ちょっと体験してみたいです、うん、はい、どうすか。ビクッともしないね、やっぱ重いんだ。めちゃくちゃ重いですねこれ。ちなみに武井さん、よかったらなんですけど、はい、これ
上げてみたりとかできます？急で申し訳ないですけど。そうですね、じゃあいけます？私が上げると多分勇気が出るというか。確かにそうですね、はい、と思うんで。想像も大事ですもんね。そうですね、目の前でやっぱり見ると現実味が出てくるので。なるほど、はい、じゃあいきます。はい、うわすごっ。こんな感じですね。すげえ。これまだいつものアップ中野くんこれだよ。かっこいい。本当僕もこれ上げられるように、うん、これからトレーニングしていきたいと思います、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。武井さんもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。本当ありがとうございました。どうでした中野くん。今日本当やってなかったら気づいてないこといっぱいあったので、うん、これから先今も意識してやっていきたいと思います、うん、はい、さらに、うん、前回視聴者の皆さんからコメントいただいた、うん、そうだ、運でも、うん、はい、すごく温かいコメントばかりでねえ、はい、ありがたかったね。本当に本当ありがとうございました、うん、この先もっと変われるように、うん、あと1ヶ月半、うん、引き締めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、頑張ってください。個人的には、はい、武井さんのトレーニング動画を追いかけたいんですが、今回は、はい、あと僕なんでちょっとおふざけはなし、そうですね、引退かかってますもんね。引退かかってすいません。武井さんもありがとうございました。はい、もうここからがスタートなんで、うん、今日で終わりじゃないんで。確かに、はい、今からですよ、今から。はい、厳しくやっていきます。はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。